午前6時ごろ、砂川市空知太の住宅街近くで、体長1メートルほどのクマが出没しました。住宅から20メートルほどしか離れていない場所で、その後、3、400メートル離れた住宅街近くに居座りましたが、現在姿が見えなくなっているということです。砂川市の住宅街では、今月25日からクマの出没が相次いでいます。